よりアクティブにより健康にファンクフィジョの健康エイジングこんにちはニューヨークファンクフィジョの高田です。えー、How to Avoid ネックペインね、首、肩痛をどうやって防ぐか、えー、またよくするかで、っていうことで、えー、長々と、えー、ルール1から、えー、9までやってきましたけれども、えー、今回でも完結編です。えー、今日はですね、10から、えー、11、12までカバーします。でえー、まあ簡単です。で、ルールナンバー10です。それではいきましょう。ルールー、no. ペン、えー、ラクロスのボール、これ非常に私おすすめします。えー、っとね、千葉ではラクロスボール じゃなくて、まあ、ゴムボールみたいのでマッサージボールだとかいろんなことで言われてるんですけど普通にラクロスボールでいいです安いですし、えー、わざわざこマッサージボールみたいなことでなんかこう値段が上乗せされてる必要もないので普通にラクロスのボールを買い求めいただければでファンクル3ドルぐらいで売ってるものなのでそんな高いものじゃないです。でこれがね一、まあ、つつ二家ににあると非常に使いいいやすいですで筋肉っていうのは 固ままってしまうとやっぱりストレッチをしても,もう組織が固まった場合ってなかなか伸びたりとか血流もあったりしないんですね、えっと、ただ単に緊張してる時だったら例えば針とかまたはあのなんかリラックスしてふーってこう筋肉が緩めばそれで元に戻るんですけども、ね、やっぱずっと長い間緊張させてしまって長年そういった蓄積になってくるともう組織自体が固ままってきますで固まった組織っていうのはリラックスしたからって。 リラックスでできるわけじゃないんです。もうフィジオロジカリーにもう組織が変わってしまっているのでそれはじゃあ筋肉をリラックスしたからって緩むもんでもないんですねまたなんかストレッチをしたからって伸びるもんではないんですねゴムとかでも伸ばせば例えばこれねゴムバンドですけど普通になってんですかね正常な筋肉だと伸ばせばストレッチできるわけですよで普通に縮むんですけれども 例えばもう本当に硬くなってナットみたいにもねもう塊になってしまってこうなんかうわっ肩この辺なんかこの辺になんかこう栗みたいのがあるとか,なんかお豆さんみたいな塊があるみたいなっていうのはもうこういう感じですよねもう組織が固まっちゃってる状況ですよねでそう一生懸命ストレッチしますって伸びないんですよね他のところ一生懸命伸びますけどこの一番大切なところっていうのは全然伸びないわけですまあそれも簡単なフィジックスの問題ですねやっぱり力がいきやすいところに行くので そそううすると一生懸命ストレッチししててもそれは意味がなくなくってしまうんです。でやはり、えー、その場合組織を柔らかくする今マッサージでもいいですし、まあ、最近流行りのバイブレーションみたいなマッサージツールでもいいんですけど私はこれやはり、えー、ラクロスボールが一番手軽で簡単で、まあ、安全に自分でマッサージできるツールなのかなと思っていますなのでおすすめですでどうやって使うかそうしましたらねどのようにラクロスボールを使うかなんですけれども まず、ラクロスボールとゴムのボールなんで、結構壁に置いても滑らないです。で、まあ、あの肩のですね、この肩甲骨のラインとか、この首はやんないでください。首はね、ちょっとね、あのあんまり後ろからグリグロ押されたりとか、あんまり好きではないので、え首を直接やるというのは私は進めません。特にあなたの首を私がアセスメントしたわけではないので、ちょっと進めないんですけれども、肩周りですね、この、 肩甲骨の周りから首の根元大抵この辺ねみんな肩こりだとか硬くなったとかいうところですけれどもそこにまずボールをこうやって,置いてラクロスボールを置いてもらってですね4日かかってしまえばいいですでこうするとですねラクロスボール滑らないのであのここにねちゃんと乗ってくれるんでそれにちょっとこう体を斜めにして体重かけてもうじわーっとやってればいいですでゴロ,ゴロ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 やる必要も特にないですあのあここ硬いなあここ痛いな っていうところを、まあ、体重かけながらじわーっとテレビ見ながらでもいいです30秒とかあ過ごしてもらえれば徐々に徐々に一個一個のその硬くなった筋肉の繊維とか緩んできますなので、えー、これを気がついた時にやっていくのが一番いいと思いますでこれまたちょっと30秒ぐらいだったら他のところを探してあここ硬いなここ痛いなみたいな,みたいなところを探してくださいでえー、っとですねたまにですけど こんなに硬いのに組織が痛みも何,何も感じないっていう人がいるんですけどそれは末期症状ですから、えー、あまりにも組織が硬くなると血流がなくなります血流がなくなると今度神経がある意味麻痺しますだからあなたの周りであれ肩とかこうね問んであげたらなんかすごい硬いけどあ全然な肩こり割れないからみたいな人はそれはもう病的肩こりでのであの硬いのがいいわけじゃないですだから痛みがないから肩こりじゃないっていうのは認識は間違ってるので気をつけてください大抵 そう言ってこう酸欠状態の組織に圧力をかけると痛みが走ります。または痛みとか。まあちょっとあまたまに気持ちいいなみたいな感じになると思うんですけど、そうでない人は逆にちょっと逆に怖いので、えー、気をつけるようにしてください。ルールナンバー11です、えー。日々のエクササイズをちゃんとしましょうと、やはりどうしてもですね。ふっと思った時にですね。私なんかでもそうなんですけど。 最後に肩を一番グーッて伸ば,ーと伸ばしたりとか首をグーッと最大の可動域までちゃんと使った時っていつだろうと思うと,うーん2週間前とかね逆なんか普通にあるんですよで私なんか結構体を動かしてる方なんですけれどもでもあれちょっとストレッチはちゃうまでグッと伸ばしたのでそんな前かみたいな感じなのでやっぱりねちゃんと自分で。 エクササイズをしましまょう体を保ちましょうっていうことに対して時間を取ることとは大切だと思いますで特にね今の世の中っていうのはパソコンの前でずっと座ってて下手したらもうこの形でずっとほとんど何、えー、て言うんですかねもう普段からこういう感じであ であの生活終わってしまうじゃないですか肩もなんかあれいつも手,手上がったのなんかちょっとコーヒーカップ取った時ぐらいみたいなだからそのレベルでしか体を使ってないんですねでやっぱ使ってなければ人間の体でどん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 その使ってない息だけでいいんだってこうメインテインしていくのでどんどん硬くなっていくんですよでやはりそうすると首も回らなくなっていつの間にかあれ首本当は人間の体で九90度曲がる予定なんですよね、まあ、はずなんです で首なんかは上もグーッと、ね、見えるし下も見れるし呼吸自動も回るし横もいけるこれ普通ですね肩なんか360度ね回るはずなんですね上下で今度ねローテーションもできるし横も動くっていう、まあ、すごく自由な関節なんですけれどもそれを使ってなければ失うんですね、えー、なんで、えー、ちゃんと可動域を保つためにエクササイズをした方があいいです。 でどんなエクササイズをするのってこれちょっと難しいんですよね一般的にいうのは一つ言える指針はですねあなたの体のタイプは何ですかっていうことなんです硬い体ですか柔らかい体でしょうかで私娘が2人いるんですけどこれすごく面白いです上の子はえー、まあ、同じ両親から生まれてくる 来ていていですね、同じものを基本的に食べて同じ学校に行って生活してるんですけど全く違うんですよ体の硬さが上の子はもう体硬いんですよね本当に開脚しろっつってもなんか45度ぐらいしか曲がらないの,この、まあ、9歳なんですけど45度ぐらいしか曲がらないし手がもう床につきませんみたいな感じなんですよねで下の子は何もしないんですけどもペタッと開脚も行くし、まあ、ベターっと手についちゃうしいかになんでなんかこう面白いなと思ってて。 でまあ、これはもう本当に先天的なものです遺伝的なものでコラーゲンの繊維の硬さというのはある程度決まりますなので例えばですねあなたの体がものすごい柔らかい人でいります何か何もしてないけどもう開脚ペタてってきちゃうよみたいな人ってもうなんか生まれた時からずっと柔らかいですっていう人っているんですね逆にそういう人がですねなんかストレッチを頑張ろうとか言うと関節に負担をかけて関節を怪我してしまうんです多いですそういう人だから私の元でも いいいたいヨガでで怪我しましまとかううう方はそういう人が多いです。関節とか人体帯とか筋肉が緩いのにさらに可動域を広げようって頑張った結果関節を怪我するなのでその辺は気をつけてください逆に筋肉が硬い人、まあ、コラーゲンのファイバーがもともと先天的に硬くなりがちな人ですねっていうのがあのもう一生懸命筋トレなんかしたらもうどん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 硬くなってしまうので何、まあ、かいつの間にかなんかそういう体硬い人になっちゃったりとかねしちゃうので、えー、そういう人は逆に頑張ってストレッチに時間をか かけて可動域をまず保とう。何もしないけど筋肉はすごい結構つくなみたいな人ってやっぱりいるんですよね。私の患者さんでもやっぱ多いです。なんかなんかやってますか？いや名前ってないんです。筋肉すごいついてますみたいな。でも体硬いんですよねみたいな。方おられるんですね。やっぱりそれはもうしょうがないです。もう遺伝です。えー、もうそれを変えろっていうのは無理なので、自分の体の状況というか自分のそのまあタイプですよね。硬くなりやすい。 え柔らかくなりやすいっていうタイプだけ知っておけば間違ったエクササイズはしないと思うのでそこだけちょっと気をつけていただきたいなと思います長々とご視聴ありがとうございます How to avoid neck pain えどうやってね首の痛みとかを根本的に治していくかえっていうことについても、えっとねルール1からえ11まで話してきましたけれども最後12ですでちょっと宣伝っぽくなっちゃうんですけどいいフィジオセラピストまたはトレーナー,えーなどをちゃんと 身近にアクセスできるところに置いておきましょうということです。結局ね、自分の体を自分で判断するって難しいです。私もなんか自分の体がこうなってるよどねと思ってるんですけどもなんかね？あの？カリーグの？ えー、セラピストの人が聞いたらいや逆っすよみたいなことを普通に言われるんですねでやっぱり自分で思ってて自分ではわからないことってやっぱりありますで特に私なんかもその道のプロですからいろんな知識はあるんですけれどもそれでもいろんなこと間違ったりしますやっぱり外から見てて自分が思っているからだとなんか違うっていう時はよくあるんですねで特に皆さんはその道のプロでもないのでやはりこう 自分のの体がどうなってるの何が問題なのどうしたらいいのっていうのをえちゃんと理解してながら生活してそれをどうやって対応していこうっていうのを考えた方がいいんですよね。ただ単にトレーニングしましまょうみとい,いうのはさっき、ね、ルール11でも言いましたけれどもエクササイズすべきです。 ただどんなエクササイズをするかっていうのはもうここそれぞれなんですね。なんか一元的にお筋肉つけようぜっていうのも僕は間違いだと思ってます。意一元的にいやヨガすごいいいよねストレッチストレッチしようぜ、それも間違いです。あなたの体に何が必要なのか、あなたの体が何を求めているのか、なんでそこに負担がかかっているかっていうのを一つ一つ理解してないでエクササイズをしたりストレッチをしたりするの逆にその自分の 持っている癖ですよね体の持っている癖を強めてしまってさらに怪我をしやすい体になるっていうことはよくあります。なので、えー、我々フィジオセラピストね理学療法室っていうのは何て言うんですかね、えーまあ、車で言うと我々はメカニックなんですよね。やっぱりこうちゃんとドライブシャフトまっすぐになってるよねちゃんと空気圧入ってるよねちゃんとまっすぐ走るようにアライメントはできてるよね、えー、ちゃんと電気系統は 動いてるよね。あちゃんとステアリングウア回るよねえ。ちゃんとえー、っとタイヤは同じ方向に同じ角度で曲がるようになるよね。っていうのを確認する食塩だと思っています。 なのでその上にトレーニングとかあればいいタイヤが片っぽ歪んでますでドライブシャフトは1個歪んじゃってますギアボックスはなんかギアがカチャ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 なんか変なものが入ってますっていう状況でトレーニングで「ギャーっつったらすぐぶっ壊れるじゃないですかそれと一緒です体も。 ちゃんとだかてってあげないうううちにトレーニングやろうぜっってててと大抵みんんなな怪我して帰ってくるんですねなので、えーとまあ、フィジオセラピストっていうのを、まあ、フィジオセラピストまたは本当にすごいレベルの高いトレーナーでそういうところをちゃんと分かっている方とかに、えー、体を見てもらってそのちゃんとこうなんですかメカニック的にちゃんとアライメントとか癖を直しながらその上で日々のエクササイズをする。 っってていいうののは非常ににに大切になななきますすでで毎日我々のところに来る必要はないですただ例えばね1ヶ月おきとかに「あ今の体の調子ってこんな感じですどこ,中、ね、どこ注意してエクササイズしたらいいですか?」とか例えば「いやここの関節がねちょっと止まってるから今日はちょっとここは動かしてそういうエクササイズしながら日々のエクササイズをしていきましょう」とかそうなってくるとやっぱり体っていうのはちゃんと動いてきますしちゃんとバランスが取れてくるのでその辺は大切にしてほしいです。なので良いフィジオセラピスト フファンクフィジオニューヨークにに来た時にはぜひここニューヨーヨクファンクフィジオから「えー、How to Avoid ネックペイン」首肩痛をなくすためには、えー、根本的に生活習慣で何を気をつけたらいいかというのを、えー、12個に分けて、えー、話してきましたおさらいしてみましょうまず第一はですね、えーまあ、良い姿勢とは何かっていうのをまず知りましょう第二、えー、っとスマートフォンですね、えー、極力使わないように使う時は気をつけて使うと第三えー、っとですね 同じ姿勢にずっとといいといいいなうことですねそれは座ってても寝てても立っててもそうなんですけど同じ姿勢に居続けないようにしましょう。第4えー、っとですね人間工学に優しいセッティングを作りましょう椅子とか机とか自分に合った形でちゃんとアジャストしたりアジャストできるものを身近に置いときましょう。第4もし、えー、っとですね コンタクトレンズまた眼鏡をしている人はちゃんとプレスクリプションをアップトゥーデイトにしておきましょう、えー、見えすぎても見えなさすぎても負担かかります、えー、寝るときはですね枕を高くしすぎない枕を高くしすぎないように気をつけましょううつ伏せに寝ないことうつ伏せに寝ると首にすごい負担がかかります気をつけましょうバッグを使うときはバックパックがおすすめです、えー、ショルダーバックとか 手で持つバッグっていうのはやっぱり歩く時に手を触れなくなるので負担が増えるので気をつけましょうラクロスボール肩が凝ったりとか筋肉が硬くなったりするとラクロスボールなんかで緩めるのがおすすめですエクササイズする時間を作りましょうどうしても今の世の中、えー、自分の体をねちゃんと動かすっていうことが少なくなってきていますやはり、えー、定期的にエクササイズをするというのは大切になります最後に良いフィジカルセラピストまたはトレーナーなどを見つけて どういういな自分の体が今どういう状況なのかっていうのをちゃんと把握してその体の改善のためにはどういうことをしていったらいいのかっていうのを知りましょう。